holidays, and welcome back to another episode of Bocchi the Rock reaction series featuring me. Anyways, today we are starting the third episode. I'm thinking since the last episode, we might need our vocalist today, so I'm excited. Let's get into it. お風邪治って良かったね。あ、うん。あ、お姉ちゃんは学校何日も休めたから風邪ひけた方が良かった。全然良くないよ。なんで。セイフィースウィルゴーダウン。学校行くのは嫌だけど、私みたいな人間は1日行かなかっただけでクラスのみんなから存在を忘れられてしまうんだよ。 Even your sister is calling you out on it. Come on, you can do it. You were so close. これでよかったんだ。もしちゃんと話せてたら今頃。え、突然話に入ってきたと思ったら、私らの会は盗み聞きしてたんですか？後藤さんってやばいやつだったんだ。No, there's no way。もう調子に乗るのやめよう。つつましく生きよう。ごちそうさまでした。それにしても、ここは静かでお昼ご飯には最適だな。いい場所見つけてよかった。 教室じゃ一人で食べにくいし、それに私が人気ギタリストになった時を落として。で、高校の頃とか何してたの？学生の頃は友達いなくて、学校によくある机とか掃除道具とか置いてある謎スペースでお昼ご飯食べてました。ギャップトークできる。なんてね。楽しかった。きた。きたちゃんやっぱり歌うまいな。 Look at her hiding. <笑>そういえば、にじかちゃんが新しいギターボーカルが欲しいって言ってた。この前のバイトも風邪ひいて休んじゃったし、私も結束バンドに貢献するためにギターボーカル探しを。でも初対面の人に話しかけるなんて。あ、きたちゃん。やっほー。めっちゃごめんだけど、お願いします。一体どんな子なんだろう。 She's so cute. Be careful, Bocchi. She said, what was that sound? She saw you. She was looking for you. Oh, she's trying to help. That's so sweet. She actually tried to like do it too. Double黒歴史ぼっち弾き語りバージョン。
The bird. And the waves, of course. Oh no, don't cry. Do they? I don't think they do that. Well, you can still sing, though. She's self-taught and she's really good. Melting at the compliments. So cute. Oh no, is it the same band? It is them. Oh, that's who she was trying to get close to. Rough me up good. でも、それじゃ私の気が収まりません。何か罪滅ぼしさせてください。そんな
just rejoin the band and sing. じゃあ今日一日ライブハウス手伝ってくんない？忙しくなりそうだから。それだけじゃ。いや十分助かるよ。よろしくね。私でよければ。よかった。問題解決して。じゃあちょっとこっちで着替えて。着替え？そう、cute。店長さん、なんであんな服持ってるんだろう。あいつ臨時なのに使えるな。ほんと、北ちゃん手際いいね。確かに。ダミンをむさぼる時間までできてしまった。時給から引いとくな。コンコン。北さん、いい匂いしますね。ありがとうございます。私、名前呼ばれたことないのに。お、北ちゃん愛想いいし、受付も覚えてみる？教えるね。はい、私の任されていない仕事まで。ドリンク代500円です。今日はどのバンドを見に来られましたか？フライヤーもよかったらどうぞ。北ちゃんうまいね。Oh, she's so friendly. 私、人と関わるの大好き。Can't really. いつも受付は寮なんだけど目が死んでて困るんだよね。Her dead eyes are kind of a problem. 寮先輩はあの顔がいいんですよ。ボッチ、そんなところで何してる？アイデンティティの喪失中です。聞いてください。その日入った新人より使えないダメバイトのエレジー。短い間だったけど、貴重な体験できて楽しかったです。ぼっちちゃん、ぼっちちゃん、北ちゃんにドリンク教えてあげてよ。はい。There you go. 挽回のチャンス。Oh no. 無理。見られてると緊張する。大体分かったから後藤さんも休んでて。生きてすみません。よかった、大事にならなくて。 ありがとうございます。あれ、この指先。後藤さんってなんでバンド始めようと思ったの？インドア趣味なのに派手でかっこいいし、人気者になれるし。時が全部不純すぎる。あ、世界平和。 What a work toward world peace。はい、こちらコーラです。あの、もしかして北さんの言ってた憧れの先輩って？亮先輩。どうぞ。私は後藤さんと違って不純なんだけど。先輩の路上ライブ見て一目惚れしたの。おお、いい。I love it。りょうさん、他のバンドもしてたんだ。ちょっと浮世離れしてる雰囲気とか、ユニセックスな見た目とか、もう何もかもキャーって。That makes me squee。そして、何より楽器が様になってて。あ、それはわかります。私が持つとどうしても楽器に持たされてる感が。そう、楽器が本体みたいになっちゃう。この感じなんだろうかしらね。なんか急に親近感が。おお、そっきゅー。はい、少々お待ちください。グッバイ親近感。調子乗ってすみません。No! 演奏聞いてから、リオ先輩の活動をずっと追ってたんだけど、前のバンド突然抜けちゃって。その後、結束バンドのメンバー募集をして、思わずやりたいって言っちゃって。すごい行動力。これが余興。だってバンドって第二の家族って感じしない？家族？本当の家族以上にずっと一緒にいて、みんなで同じ夢を追って、友達とか恋人を超越した不思議な存在な気がして。部活とか何もしてこなかったし、そういうのに憧れてたんだ。わかるわ。 I love that。 私もずっと憧れてたから。そう、私は結束バンドに入って先輩の娘になりたかったの。友達より深く。 You can do it。あれ、北さんって結構ヤバい人？まあ、だからこそバンドにはもう入らないけどね。一度逃げ出した私みたいな無責任な人間はダメよ。バンドなんてしちゃ。
帰っていいよ。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はありがとうございました。これからもバンド活動頑張ってください。陰ながら応援してます。 No, don't leave. いや、あの、お、oh no. But honestly, she took the initiative to go forward, so that's something. もしかしてまだ私のこと。ごめんね。さっき言った通り、私結束バンドには入れないわ。ギター弾けないし、一度逃げ出した人間だし。え？私もライブ前に逃げ出してゴミ箱に隠れて。あと、ボッチちゃん起こすよ。せーの、よいしょ。北さんの左手。指の先の皮が硬くて。それはかなりギター練習してないとならない。北ちゃんもこれから結束バンド一緒に盛り上げてほしいな。Yes. なんで私にそんな。え？だって北ちゃんが逃げ出してなかったらぼっちちゃんとも会えてなかったよ。Say yes. Say yes. 私もずっとバンドやりたかったからさ、引け目感じちゃうのも、でもまだ憧れちゃうのも気持ちわかるんだよね。私もです。ごめんなさい、思ってたより声出ちゃって。リョウも戻ってきてくれたら嬉しいよね。スタジオ代もノルマも4分割。素直な言い方しないよ。1000回分のノルマ見過ぎた。ただ、れた関係が爆誕しそうなんだけど。でも私ギター弾けないし。大丈夫、ぼっちちゃんが先生してくれるよ。いいの？はい、この流れ断れるわけない。ありがとう。私頑張る。結束バンドのギターとして。おー、so cute。今のパリピバンド路線は日本語ですよ。前から戻ってるんですよね。それどこじゃん。元通りに慣れてよかった。グダグダだったけど、北さんを引き止めようとしてよかった。私頑張った。 You did a great job, Bocchi. じゃあお先に失礼します。ああ、ボッチちゃん待ってよ。今日一番の功労者なのに。え、ボッチのおかげで復活できた。Praise me, praise me. 絶対大したことしたと思ってる。後藤さんすぐ顔に出るのね。でも私、いくら練習しても本当にギター弾けなかったの。なんかボンボンって低い音がして。それベースじゃ。私そこまで無知じゃないって。ベースって弦が4本のやつでしょ。ほら、ちゃんと6本あるでしょ。弦が6本のとかもあります。それ多弦ベース。北さん、お父さんにお小遣いとお年玉2年分前借りしたのに。北ちゃん。Well, time to learn bass。結束バンドは晴れてメンバーが勢ぞろいしたのでした。解散の危機？ねえ、これもしかして不良品？またベース？間違いなくギターです。ごめんなさいね、私弱音ばっかり。後藤さんには放課後や昼休みにギターを教えてもらってるのに。いや、両先輩もギター貸してくれたし、みんなに助けてもらった分頑張らなきゃ。けど本当に良かったですね、両さんがベース買い取ってくれて。うん、でも渡されるときに。これで私は所持金が底をついたので草を食べて生きていきます。あれ、そう、ね、honest。 本気な気がする。あ、またもうまく抑えられない。 F コード難しすぎる。
懐かしい。私もこんな感じだったな。Oh, she actually is eating weeds. Oh my goodness. Oh, I can't wait for episode 4 already. These four are just so cute and wholesome together. I love how, you know, the main character is very lovable, but so are the rest of the bandmates. I'm so excited. Thank you for watching episode 3 with me. I'll see you guys next time for episode 4. Okay, have a great day, evening, morning. Bye!